だと1年分海洋プラマークを入れた製品を環境に配慮したってことで、やっぱ限りある資源を少しでも少なく我々使ってますよっていう形で、どうしてもプラスチック用品がね、ちょっと悪扱いされ、環境に悪いっていう扱いされちゃうので、まあ、一緒にところに配慮してしまう。引いて。いや、すごい、なんかかっこいいですね。汚れが結構落ちますね。もう水滴は水滴で、水滴で、すぐに汚れ落ちますから。いや、もったいない、なんか。そういうことも。色はね、あるんですけど。はい。サコッシュ。かっこいい。いろいろ、来年向けに作ってみました。一気に可愛い。そうですね。はい、新しい製品で、ティーサイドスリムシフトの畳めるタイプが出ました、はい、従来品はこのガイドの部分が固定式だったんですけども、今回の新型はここのガイドの部分がこう畳めるようになりまして、コンパクトに収納してお茶を運ぶことができます。ここにスリットが切ってありますので、ここにネジをこうスライドさせてきちっとはめ込むことで、ここの90度が担保される。こちらの P 型定規が丸ノコに取り付けて使うんですけど、丸ノコにはこういった定規を取り付けるところがありますので、はい、ここにこんな感じでこうはめてもらって、まあ、ここロックすることで、まあ、これ動かなくなりますから、はい、そうすると材料の、まあ、端の部分にこう当ててもらって、到着でこう均等に切断していくときに、定規として好きなサイズの寸法を得ることができるんで、大きいのとか、そうですね、大きい材料でフリーハンドで切るのは難しいような、シフト機能っていうのがありまして、はい、ここのレバーを上げることで、このガイドがこう必ずシフトします。ギリギリまで刃の位置をこう攻めることができます。だ本当にこう細い幅で材料を切ることができます。3人ぐらいの仕切り板を作りたいんですよ。ここが3ミリね、3センチぐらいあって、ここが、まあ、3ミリ、3ミリが出なければいけますね。では刃の問題もあるんで、ギリギリまで寄せて、まあ、固定にすることで、その状態で、まあ、こうやってこう当てて切るっていう、ここが先に当たっちゃって、これ以上刃の位置をこっち側に寄せれないわけじゃないですか。ここまでの。そうですね、ここまでしか行かないんですけど、このシフト機能があることで、これをもう少しこう、ギリギリまで。スリムシフトヒット製品なので、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、日本でシャベル作ってるのはうちだけなんで。あ、そうなんですか。創業360年なんですけど。え？創業360年？すごい。シャベルを作って130年ぐらい。あ、そうなんですか。歴史がありますね。普通曲げたら、鉄だったら曲がったままですね。ふにゃってなったままです。全然。何回やろうと。もうバネ。焼き入れと材料ですね。材料と焼き入れで、これだけ、ね。そうなんですね。こんにちは。お世話になり、ヤジさんらしい何かおすすめありますか？ジョイント、今までジョイントって
はい、接着しないとつけれなかったんですけど、はい、接着しないんですよ。ちょっとひねってあれば外れるような。これ参考食品なんですけど、うん、まだちょっと製品化してないんですけど、はい、結構接着しちゃうと取れないんで、うん、ちょっと右回りと左回りが抜けないように。結構アウトドアの時とか車に積んで行ったりする時に下がると思うんですけど、すごい。私も今回応募したんです。いや、もう皆さんすごくて、お客様たちの方ですかね、応募いただいたのに。そうなんですよ、そんな図々しい、はい、使ってみたい。短いタイプになるんですけど、この辺のカラーですね。とかに通りでこうまだ置いてはないんですけど、物としてはあるんですね。最初の方の作品。いやー素晴らしい。ありがとうございます。こんにちは。じゃあまず丸ノコからやってみます。こういった形でロックをして。初心者だったらこれ1個あれば。はい、そうだと思います。これを最初にください。当ててトリガーを、刃を当ててトリガーを引く、うん、そうするとこのように入ってきますんで、これをこのように引くと、そうっていう、刃をちょっと、はい、あのその木の上に置かせる感じで、あとはトリガーを引いていただく。コンパクトでパワーのあるモーター使ってるんですよね。まずちょっと動かした感じをトリガー引いてもらえますか。このようにして、そのスピード、ノコギリと全然違うでしょ。早いです。ぜひ買ってください。特に物干し竿とかああいうのも古くなってきて捨てるときは細かく折れて、そして50年以上の歴史があって。そうなんですか。50年の、まあ、一番初めがノコギリ屋さんとしてこういう形でポンってやると外せる、リサイクルして溶かして再利用したりとか。今回新しくあの提案してる 8SU なんですけども、木製のノコギリと貝柱式のノコギリ、工作段階で使える小さなノコギリ、木工用、金工用、それと切れ肌が美しい精密用という3つの展開、一般木材用、もうホビー工作なんかに向くような両刃タイプなんですけども、片側が木工用で、片側が塩ビ、プラが切れる刃をつけたタイプ。こういったあの大きなノコギリと同じような、いわゆる江戸目と言われるような目の刃付けの形してまして、ここからです、江戸目が楽なのは。ここからが早いんですよ。ここからが普通。ここからが早いです。こういうところにある。刃もそれなりにしっかり厚いので、はい、あの寄りたりせずしっかり切ることができる。見た目もちょっとこう高級感出しつつねっていう。はい。っていうキーワードであの商品名に歌ってます。はい。それはあの目が細かいってところと板厚を薄くねってところで、だいたいしなりがあるんで、手金をつけてってしっかり引けるようにっていうのが本当だな。
じゃあ何ができるかと言いますと、はい、一般の切断用として、精密用としてこういうふうにこう切ることができますよ。しなりが出て、アサリがないから傷がつかないんで、綺麗にダボも落とせますよっていうのがこの商品です。切れ肌綺麗に切りたいんです。細工やるんだけど、切れ肌綺麗に切りたいんですっていうのは、そのノコギリ使いつつ、ダボも美しく落とせますっていうのが、これがあの弊社の特許の公式のバンタルの商品です。国産の精度の高い技術で作られているものです。ホビーって切り口ではあるんですけども、プロの職人さんが何かでちょっと細工で使いたいよねってところで十分対応できる商品です。目詰まりしにくいような。すごい切りやすい。はい、変化はさせてます。いただいていいんですか？もうたくさん買われてるんで、たくさんもあげてあげてください。ありがとうございます。使って DIY していただいたら植林につながってますよ、皆さんにお伝えしたいのを、もう苗の会社まで持って苗を用意して植林ちゃんとやっておりますので、あの植林率どうこうの問題を置いておいて、当社のカフェイカは全てあの皆さんが使っていただいたお金で植林しております。いろんな種類があるんですが、これがあの挿し木で日の出3号という特定部分で消化粉という表現ですが、実際も花粉は出ない優秀な杉の粉です。これが白根樹です。杉の中でもあのすごく優秀な苗木なんです。でこれを植えることによって僕もですが、花粉症が良、はい、くなり、はい、そうですね。30年後にはこれが進めば良くなります。リノベ柱改良版、このリノベ柱をどうやったら手に入れられるんですか？はい、ホームセンターさんに今回もあのいろんなホームセンターさんにお願いして在庫で置いてくださいと言ってますので、はい、おそらく今まで2700メートルという長さがちょっと車に積んで持って帰れないので、はい、あのネックだったら今回短いのが用意します。誰でも簡単に、で石膏ボードでもこう縫って固定すれば止まりますので、はい、そこにカフェ板差し込んでいただいたら簡単に間仕切りとかが作れる。そうですよね。半年ぐらいはかかるかもしれない。あ、本当ですか？でも半年後から並びそうですか？はい。嬉しい。これですね。ぜひいいんですもんね。来ました。ちょっとあのピツメを押し込む形だったんですが、はい、もうぴったりのサイズにしましたので。ああ、そうなんですか。糖度を上げる塗料を塗ってます。なので、いわゆる DIY ではこれはちょっと難しいので業者に塗ってもらうしかないので、あ、これはあの裏側ちょっと表だけ塗ると吸湿して変形するので、裏は捨て塗装をしてまして、こちら側が 2H ですね。なので、HD ぐらいの鉛筆ならへこまない、ね、柔らかいですもんね、杉。杉はそこがやっぱ、ただそれはいいとこなんですけど。そうですよね、はい、いいとこでもありますよね、はい、ただあの、まあ、ちょっと硬さが必要なのは塗料でボールを防ぐという方法もあるんで、一応参考で見てください。わかりました。ちょっとしっきりさ、柿柄で添加させてほしい。今回あの中国木材さん の材を使ってあのスウェーデントーチをあの一緒に作らせていただきました、はい。まあ、普段はあのうちは漆喰メーカーでして、あの柿柄からあのカルシウムイオン水を抽出して、あの強度をあの10倍まで上げることができる漆喰製のを販売しています。で今回これあの展示させていただいたのが、そのカキ殻カルシウムイオン水の力を使ってあの焼かずにタイルを作って、あの漆喰の効果そのままの調湿効果だったり、抗ウイルス抗菌効果だったり、あとあの CO2 吸収っていうのをあのっていう漆喰の効果をそのまま利用できるタイルを今回あの展示させていただきました。そうなんですね。このまんま。これがそうです。あんま濡れない方がいいんですね。うん、濡れると剥がれちゃう。
可能性があるので、あこれをこう貼った後あのなんか石膏みたいなので、そうです、貼った後に目地、あの外に貼りたい場合は下地をきちんと防水してもらった後に貼ってで目地込んでもらえれば大丈夫です。タイル会社蔵の上に、はい、あの屋根を作りたくて、あああの中空板っていうのが使用になっているので空気の層があって紙のポリカに比べて20分の1だったりで簡単に空気を使うことができるから、はい、水が漏れないようにタッキンをやっぱりつけたりするとあまり水が漏れないようにする工夫は必要になって、日差しを入れてたい時は色を変えてもらったらいいですし、熱線をカットするタイプのものもあるので、はい、夏なんかこちら使ってもらうと、ホームセンターに ありますか、はい、もしなければあのお問い合わせいただいたらお尋ねが可能です。わかりました、ありがとうございます。こちらの商品なんですけれども、はい、ガーデンブロックと申しまして、元となる材料は建築用の土台とかオービキ、基礎周り防腐処理するときに薬がいっぱい入るようにこういうふうな傷をつけて色々なんですけども、ブロック用途で使ってもらったり花壇周りの地面につけても腐らないとは言わないんですけど腐りにくい腐材ごと量を塗ることでよりあの地面につけても丈夫な本来の使い方で、これが土台オービキっていうところになるんですけど、家の下ですね、の方に使っています。これあのパーゴラに使ったんですけど、はい、あの間違ってますか？いや、合ってます。合ってますよかった。こちらの柱も使ってますので、はい、パーゴラとかで、はい、この材料を使うと、なんて言いますか、その風合いと言いますか、そう、非常にあのガーデン用の材料としては適したものじゃないかな。よかった。なんか良かったのかなと思って。大丈夫です。そうですか。はい、ありがとうございます。ありがたいです。検証効率もいいです。はい、あの WD40 っていう合成潤滑剤です。世界で一番流通してるやつなので、あの世界ナンバーワンの潤滑剤。そうなんですか。サンプル今配ってます。はい、ありがとうございます。工具のメンテナンスとか。でもあとあの何ですか、鍵穴にこうスッとスプレーしたりとかそういうやつです。そういうのに使えるんですね。はい、もうでも結構何でも使えるので。あ、そうですか。よろしくお願いします。ありがとうございます。これも販売されたんですか？はい、してます。あ、これかっこいい。ありがとうございます。ですよね。去年はまだ製品化されてなくて、そうです、はい、今はホームセンターさんだったりとかオンラインショップとかだったりで販売をしてます、はい、そうですか。今日作ってみて、去年は下だけだったけど、はい、今年は上も、はい、うちが別でバッグとかを作っていて、生地ブルーシートの生地でそれの縫製会社さんにお願いして結構しっかり作ってもらいました。作ってるんですか？そうなんです。ブルーシートの生地で作ってまして、よくあるトートバッグみたいな形でブルーシートを生地にして作ってます。どういう時に使うんですか？そうですね、もうブルーシートなので完全防水なので、まあ、アウトドアだったりとかそういうところでもガシガシ洗いながら使っていただけるかな。あ、なるほど、そうなんですか。というのが、レジャーシートの一番新色の色ですね。あ、なんかすごい可愛い、はい、ピンクのチェックで、そうなんです。ピンクのチェックと黄色のチェックと、新色を発売しました。萩原工業公式オンラインショップっていうのをしてますので、はいはい、そちらでここにある製品は全てお買い求めいただけます。あ、そうですか。ありがとうございました。こちらの商品、ここはいつもプラスチックのパッケージなんですけど、紙の製品でした。あ、中の紙の再生紙を使って10月から10月から、あ、じゃあ使ってみますね。はい、ありがとうございます。直線地に塩入れるので
お風呂だけではなく、ホームセンターとかも知ってますので、一般のお客様にもお使いいただけるものとですね、どのようになってるか、これ違うカメガメですか？そうですね、はい、3枚別々なんですね。先ほどちょっとアナウンスしましたけども、包丁の研ぎ方ですね、簡単にご説明します。この当て方で、失敗する可能性があるんじゃないかということではないので、こういう動きになりますよね。こういう動きに対してこうだからこうブレる。で、こう斜めにしてあげると、こうやって動かしたときにこうはブレなくなりますよね。ありがとうございます。どうぞ。やった。全然当たらなかったんですよ、さっきそれ。本当？みんなやったんですけど、ロゴ当たらなくて。あ、本当に。ありがとう。よろしくお願いします。やったな。今日はスツールの作成で大丈夫ですか？はい、お願いします。はい、溶接ができます。溶接とかっていうのは溶接の棒がついててっていうイメージだと思うんですけど、今大体この半自動タイプとか押したらワイヤーが出てくるものが大体主流。ワイヤーの長さがすごい大事です。なのでこの鉄に対してワイヤーの距離がこうなっちゃったり、逆に近すぎちゃったりすると溶接がうまくできないので、この距離をずっと一定で保ちたい。支えてもらって、支えてる方の手でこうテーブル、手の甲を支えて、ここの距離を保ちます。一定の距離をもう動かさない固定です。これがコツになります。完璧です。もう取れません。いやすごい楽しかったです。良かったです、はい、だからもうなんか溶接の機会があればやってください。はい、チャレンジしてみます。はい、チャレンジしてみてください。はい、ありがとうございます。どうでしたか？めっちゃ楽しかった。社長、ありがとうございます。社長、直営店もあるので、ちょっと変化がないな。10月7日にパレット屋さんで、佐藤カンパニーさんっていうのがありまして、で浦和のおしゃれな工場 で, です、ね、ワークショップが パレットとアイアンを使った溶接のワークショップイベントで、はい、空間は舞子さんとかが作られた非常におしゃれな、見に来てください。そうですね、うちのキャラクターガラスの切断機っていうので鉄板を自由自在に切れる機械がありまして、舞子さんが全部うちのキャラクターをリアルに、舞子さんが、あ、ごめんなさい、触って大丈夫。マグネットの、これはマグネット。マグネット。これはプラズマっていうのを使うと、はい、こういういろんな形に作ったりとか、ね、あの好きなもの作れるんで、ネームプレートとかも今日こういうのとかもあの作れたりするんで。あ、そうなんですか。ピパンチンができるところですか？私ももうこんなとこから始めてるんで、もうブルブルブルから始めてるんで、なかなかあの鉄がこう自由自在に切れるっ
って知らない人が多くて、はい、これ最初やられると皆さん感動します、うんうん、楽しみです。塗るのは一応室内の大丈夫なので、うん、小物にもこちらこの植木鉢の方もブラックで、へぇ、プラスチックに塗ってもあれですね、高級感が、はい、このスポンジでスポンジの後ろ側にあるその凹凸してる部分、はい、使ってこういう模様を、滑り止め効果が断然あるので、 ありますよね、はい、25種類、お店では25種類販売してるんですけれども、オンラインでは、受注生産という形で70種、はい、おしゃれにあるキャンピーの名前があるので、はい、オンラインでもご購入いただけるんですけど、はい、ちょっとすみません、100円でのご提供いただいて、こういうこの色がいいなっていうのを確認していただいた上で、お切りをご案内して、モルモルを塗った後に、さっきの DIY ペンキの色を塗って、オイルステインっていうので、ちょっとアンティーク調にしているものなんです。で、期間限定という形で、ちょっといろいろお客様にアンケートを取ったりとかして、この色をちょっとずつ形で販売をしているので。外での中でも、そのブロック塀とかこうやってこういう形にして、でこうすくって、でそのこのヘリのところでちょっと垂れないので、そう切るんですよ。そうそうそう、はい、あ、まあ自由に分かりました。乾く、うん、どんな特徴があるんですか？これはね、安全性がすごい高い、牛の絵が入ったあるミルクガゼインってものを含んでるんですよ、はい、なのでこちらの方が室内に塗っていただく内側の方なので、すごい高度機の、まあ、他のペンキ、木に見えないですね、なんか重そう、重そうな感じ、ここら辺ちょっと見てます、これを黒を塗って、そうですね、黒とかブラウン塗って、その上からこういったねブロンズグリーンとかこういったグリーンパッドを上から重ねていただく形です。光を当てて、ツヤっと反射をしていただくと、磨きによってテカリっていうことが生まれて、はい、今後使わせてもらいたいと思います。壁紙とか床と窓の装飾用テープを販売している会社になりまして、はい、今まで歌えてなかった防カビ材が入っていたりとか、はい、遮熱材が入った窓用のシートを今、今週から発売させていただきました。そうなんですか？なんですけど、はい、今まで紫外線 99% カットっていうのを買ってたんですけど、それプラス防カビ材が入っていて、うん、遮熱材が入っている、うん、どちらかというとデザインで買われるお客様にとって機能美っていうのをかなり、今回の新商品、今週から出たんですけど、こんにちは。どうも、ね、去年お世話になりまして、ありがとうございました。もう本当ね、たくさんいただいて、はい、で結構こう奇抜な、はい、なんですかね、尖ったような製品だったんで、面白いねって言ってくださる方が増えることで、すごい。いやー、楽しみですか。YouTube でもコメントくださっていつもありがとうございます。いやいや、もう素晴らしい YouTube で、靴の磨く方ってプロなんですね。もう見入っちゃいました。ありがとうございます。星川社光さん。今でも高級用の素材でしたり、あと金属やゴムなどの素材も様々取り扱っています。で、どんなうち普通のお家でも、そうですね、お家で使う用のその窓に貼るものと壁に貼るものが一応差し入れでございまして、中から外に出るのを小さくするような商品、なんか DIY でも音が結構、はい、あれですよね、木に、あ、そうですね、金属の結構大きいので、それ窓と壁、あ、これで防音になるんですか？そうですね、はい、ただ手に入るんですか？ホームセン
川さんとかに一応お店出しておりまして、そちらの方にさせていただければいいですね。わかりました。ありがとうございます。